こんにちは、ハイズラボです。前回までの動画で液晶パネルの接続ケーブル交換、ハードディスクから SSD へ交換、 CPU のグリス塗り替えを行いました。そして今回は一番大変な Wi-Fi のアンテナ交換をします。まずこちらが切れたアンテナです。きれいにヒンジ部分のところで切れています。修復は不可能なので汎用の Wi-Fi、Bluetooth モジュール用アンテナを購入しました。ちなみにこのパソコンのアンテナコネクターは MHF4 となりますので注意してください。購入したアンテナともともとついていたアンテナを比較すると、どう見てもサイズ、取り付け穴がないなど見た目が違います。なのでもともとついていたアンテナと同じになるよう加工する必要があります。それでは加工作業の方を進めます。まずはニッパーで規定のサイズにカットします。アンテナ同士を合わせると間違いもなくカットできます。躊躇せず一気にカットしましょう。これでサイズは完璧です。次は穴を開けます。電動ドリル等で所定の位置に穴を開けます。同じようにアンテナ同士を合わせるとうまく穴開けできます。ドリルを使用する場合は下に板などを敷くと良いでしょう。この動画では破損したハードディスクを利用しました。これでアンテナの加工は完了です。次はアンテナモジュールの取り付け箇所までノートパソコンを分解します。モニターフレームを外したら、もともとついていたアンテナ位置に新しいアンテナを取り付けます。アンテナの線をフレームに沿わせます。しかし、一方のアンテナ線が短くなってしまうことが判明しました。仕方がないので、液晶パネルの下を通すことにします。プラスドライバーで液晶パネルのネジを4箇所外し、液晶パネルを取り外します。短いアンテナ線を外し、直線に配置します。
液晶パネルを戻し、ネジを4箇所締めます。あとは逆の手順で組み直します。細かい部分は割愛します。アンテナ線をコネクタに取り付けます。同じように逆の手順で組み直します。これで完了です。では早速起動してみましょう。ご覧の通りアンテナ感度も復活し、Wi-Fi も Bluetooth も正常に機能します。正直 Wi-Fi アンテナの加工で故障して失敗に終わってしまうのではないかと心配していましたが、意外と丈夫で問題ありませんでした。このように Wi-Fi アンテナが壊れても低コストで修理が可能です。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。